セミノルさん、どうしたんですか。どうしたんじゃ、君たち。セミノルさんの様子がおかしいんですよ。この台本の作者に嫌がらせでもされたんじゃないのかの。あー、品のない私の上司ですね。一応ネタはいいです。僕はもっと切実なことで悩んでるんです。ほう。恋の悩み以外なら相談乗りますよ。恋の悩み以外か。実は僕お金がないんです。さてと、博士、今回は何の研究をしましょうか。そうじゃな、研究研究じゃ。そうじゃなくて、最近ガソリンの値段もバカにならないじゃないですか。だからお財布のお中身も厳しくて。それなら今回の研究はこれですね。はい、うん。低燃費とエコを研究せよ。うん、なるほど。今回の指令は僕にぴったりのテーマだ。 CO2 削減で地球環境にも優しいし。でも低燃費って言っても車の性能しかないんじゃないんですか。いやいや、そんなことはないんじゃよ。以前エコタイヤを研究したことがあるじゃろ。今乗っている車をメンテナンスすることで燃費を良くする方法をもう一度おさらいしてみてはどうじゃろ。エコタイヤは転がり抵抗が少なく、安全性に対してグリップ力とのバランスを備えたハイテクなタイヤでしたよね。その通りじゃ。ではタイヤ以外にはないのかの。僕はエコドライブがおすすめだと思います。どんなものでしたっけ。はい、エコドライブ5か条といって、1、加減速の少ない運転、2、早めのアクセルオフ、3、アイドリングストップ、4、タイヤの空気圧をこまめにチェック、5、不要な荷物は積まずに走行。あとはエコモード搭載車で、インフォエコはエコモードにする、 SI ドライブはインテリジェントモードにするといったところです。さすがじゃのう、セニョール君。はい、僕は夏場のエアコンの負担を少なくするために、駐車するときはなるべく日陰に止めたり、フロントガラスに日よけをしたり、走り出す前に窓を開けて熱い空気を追い出してから運転するようにしています。エアコンで室内の空気を下げるためには、エンジンの力でコンプレッサーを回すから、室内の温度が高いほど力を取られるからの。フロンティアみたいなエンジンの摩擦を軽減する添加剤はどうですか。おお、それも効果は確かにあるぞ。車種によって効果の大小はあるが、エンジンがスムースに回るに越したことはないからの。また燃料系の添加剤 PEA やフューエルクリーンなどでエンジン内部の清掃も定期的にすると効果的じゃの。あとは仕事やお買い物の時、道順を考えて渋滞を避け、時間や距離を節約するコースを選ぶのも効果的ですよね。うーん、今日は2人ともどうしたんじゃ。日頃のわしの教育がやっとこうそうしたかの。もう私と星野くんでこの番組はやってきそうなので、次回からドクターセニョールのメンテナンス研究所に題名を変えて大事なことがまだ残っておるじゃの。大事なこと？そうじゃよ。低燃費や CO2 低減も車の状態が良好であってこそなんじゃ。だからエンジンやミッションのオイル交換、エアクリーナーとエンジン関係やタイヤ空気圧、ブレーキの点検などをきっちりやって車の調子の良い状態を維持せなければならないんじゃ。富士スバルへ行って定期的に点検を受けることが一番のエコにつながるんじゃよ。エコは
プロによる定期点検で決まりですね。うん、その通り。あ、またわしのセリフを。